ただ単純にその太刀を振る腰を落として、まあ、型の順序に動くということがどれほど難しいかということを再確認できればと思っております。それでは腕の抜き、肩の分離、腕の不動性というところからやっていきたいと思います。ちょっとじゃあ押さえてください、ね、これで、左の体を寄せます。その時にこう腕が動かないように完全にここで分離して、これ補助にで、さらにもう意識して抜いて抜くと、こんな形をで、こんなことをちょっとやってみたいと思います。どうぞ。で、次があれですか、腕の順体のあれですか、これいきましょう。じゃあちょっと立ってさっきの引き抜きをやりましょう。大砲で、これでね、これ全部一調子に筋肉を使っていくと。これでやってみましょうか。ね、これやってください。うん、これ気をつけてね。なかなかこれ前腕からって言っても腕をこう今引く動作だから、直接これ引っ張る筋肉じゃないからね、前腕っていうのはね、こっちについてる筋肉ですからね、それを一調子にこちらから全部っていう、うん、まあ最後はそこまで行くからこう来ますけど、動きの頭でこう来ないよね。ちょっとされますか。はい、じゃあ増田さん、うん、はい、ねえ、どうしてもこれ普通の動きでしょ、これ、はい、こう普通の動きだね。脚の内転外転ですね、内閉じたり外開いたりやってみましょうか。お願いします。で、これは足を内側へ寄せるだけですから、この内転筋だけ、働けばいいですね。余計なものを使いたくないと。と、まあ、あと等速度、静かにこう等速度で、受けの方は、何が何でも止めてやろうということじゃないね、そういう傾向じゃなくて、私が正しく動けてるかどうかというのを判定してくださる方、そういう立場の方ですからね、自分が崩されないで相手を止めてやろうというじゃないですね。まあ型を稽古する、理論を稽古するというのは、虚構の世界ということですよね。虚構だから理論が勉強できる。その生の実践的なことをやろうとしたんではとてもこんなことは勉強できないですね。こういうことをやってみましょう。足首と、膝を押さえつけて動こうとしてぶつかったらダメですよ、ちゃんとダメですよってやつね、うん、つかねえんかこれ、うん、したらこれ消したいんだよね、こっから、うん、で、両足ですか、両足持ってみる、ね、で、
で、スッとこう立ち上がるんだ。こうぶつからずに立ち上がるっていうね。ちょっと、ちょっと、バチッと持つと、落ちますか？これ、ふっとこうなくなるんだよね。まあ、柔らかい方が難しいですけどね。一般的には硬い方が難しいっていうんだよね。持ってますか？うん、惜しいね。惜しいですね。はい。前頸骨筋から、今度は大腿四頭筋を、ね、使っていいんですね。前頸骨筋から大腿四頭筋を一丁押しに使って、静かに足を上げていきましょう。足の挙上ですね。脚の挙上。だから寝てていいですね。で、これでこれも全然動かないですね。ここから入るんですね。これを静かにやってみましょうか。はい、それでは、一応手と足をやったので、今度はまた手の抜くやつを手と足押さえていただいて抜くやつをやってみたいと思います。じゃあお願いします。